い、どうも皆さんこんにちは、リーザートです。今日もホットナイトやってみようと思うんですけども、今回はね、結構やばい企画を撮りたいと思います。はい、まあ、まずこの画面を見てください。はい、このような感じでね、ツイッターで、募集しました。暗記の人と対話しながら電話したいです。暗記の方リプください。はい、そしたらね、いろんな方から来ました。はい、見てください、この、なんだろうな。まあなんか、まあ、全然アンチじゃない人も来てるんよ。なにこれ？なにこれ？もうね、こういう人たちはね、多分動画に映りたいだけなんよな、マジで。なんなんこれ？人の顔に落書きしますけど。でね、一人結構ガチで、えぐい、アンチが来ました。はい、皆さん見てください、この人。パシモン、マーフィンさんとリザットさんのチームの件で謝りたいです。はい、この人です。皆さん覚えてますか、この人。この人ガチでえぐい人なんですよ。でこのチームの喧嘩と言いますと、まあ、過去にねこの人ガチでやばいことしていて、僕とマーフィンのエピック ID の偽物を作って2人集めて、わざわざ大会でそのミニポン投げ合うみたいな動画を撮って、偽物ですよ。でそれをツイッターにリザートとマーフィンがチームしましたみたいな感じでアップロードしたんよ。でそれで大炎上したわけよ、俺とマーフィン。そんなやってないのにね、もうチーミングとかしてないのに、もうこのパシモンっていうやつがね、それを作って動画で。で、わざわざツイッターで拡散して炎上するっていう。はい。もうそれはね、もう、まあ一応、まあ解決したんですけど、まあでも、まあなんか謝りたい。まあ、その件についてまだ許してないしね、全然許してない。うん。なんで今回はね、この人、なんだろう、まあ初めてだけど伝わせるのどうなのか分かんないけど、まあやっていきたいと思います。はい、というわけで、フレンドになりました。はい、なんだこれ。なんか手振られてんだけど、もう俺も手振り返すか。うん。じゃ、とりあえず、音声開始。かけます、電話。おせえよ、リザート。待って、マジうるさい。あ、こんにちは。はじめまして。あ、どうもこんにちは。何言わろう。何謝りたいんじゃないですか、今回は。びっくりしたんだけど。いや、謝りたいけど、あれ嘘だよ。誰が謝るか、お前なんかおにぎり頭。誰が謝んねん。え、ちょっと待って、待って、普通に待って、謝りたいって言われたから俺来たんだけど。で、何？今日は何？何しに来たの、マジで。謝りに来たんじゃないの？謝るわけねえじゃん、もっと煽りに来てんだよ、お前のことは。待って、ガチヤバいやつ連れたんだけど、みんな。もっと煽りに来てんだよ。いや、お前ヤバいやん、普通に。全然成長してんな、あの時から。お前がさ、俺の成長止まってんだよ。お前のせいでめちゃくちゃ炎上したからね、最初の方。俺だって裁判沙汰だったわ。いや、お前が悪いよ、お前がしたから。何お前謝る気ないの？マジ不快になったわ、もう俺。ねえよ、謝る。やめようかな、やめようかな、普通に。だってやるぞ、怠慢。俺が負けたらじゃ謝ってやるよ。お前それただ怠慢したいキッズやんけ、さっきのリプのやつの。ん？何だ？そうだよ、俺はみんな代表してきてんだよ、お前のアンチの。お前のアンチの代表なんだよ、俺は。何怠慢して何？じゃあ何？怠慢したらどうすんの？じゃあさ、お前ちゃんと謝ってくれる？怠慢したら反省して。構成しろよ、お前。おええよ、謝ったんで負けた。俺負けることないからな、そもそも。俺強いもん。お前マジやばいな。まあいいや。これ武器何？俺だけ金ポン？俺だけ金ポン？お前負けたらガチで構成しろよ。こっち来いって。ここの中入れ。はい、行きまーす。その倉庫の中入れってこと？そうそうそう。しょうがないな。俺優しいから言う通りしてあげるよ。これとこれで？大体アンチするやつって弱いからさ。まあどうせ勝つんやと思うけど。ほんまに、お前あれしろよ。俺と周りに謝罪して、今後、まっとうに生きるってこと誓えよ。負けたらな、まあそんなことないけど、フリじゃないからね、マジでないからね、俺マジ強いから。あ、強いの？お前知らねえけど、お前やるからじゃん。大丈夫だよ。じゃあ3問勝負ね。大丈夫、ファイ。お前キモすぎやろ。かっこいい。お前もうクソだけやん、マジで。その年で19はやばいよ、普通に。やばい。何、お前普通にその年で19ってやばいからね。やばくねえよ、お前と同い年だよ。おお、結構年ができるな。大丈夫？あ、なんか甘われる音キモいな、このゲーム。なんだこの人。あれ、大丈夫。いや、いける。まだチャンスあるよ。あれ、どうした？あれ、強いんじゃないの？お前、あんま弱く、強くねえな。あんま強くねえな。いやいや、お前1段目に、ま、お前1段目にまた入れてないけど。あんま強くねえな。俺が壁張ってやるよ。もう皆さん分かります？もうアンチって大体こういう程度なんですよ。こういう程度で俺に、なんだろ、ザコとか。いや、もう黙ってね、いくぞ。結果残せないとか言うわけですよ。いや、もうマジ、お前、しょうもないな、19にはなって。
え、遅くれたてずみ、何やそのたてずみ、スイッチ勢かな、かわいいスイッチ勢。お前スイッチ勢バカにすんだよ。スイッチ勢はバカにするよ。やばい、うわこっちも、これもうどうすんの、お前もうあと1本だよ。なんだ、もう正面とかなってしまったな今日マジで。あ、じゃあ本気出していい、もうほんまやっちゃうでマジで。はいはい、俺みたいなおにぎり俺が倒してやるよ。練習ができない、よし、俺もう最近あんまフォートナイトやってないのに、その俺にすらボコボコにされてやばいぞ普通に。俺毎日やってんだよフォートナイトは。本気出したらそんなこと。待ってやばい、待ってやばい、みんな、みんなに助け求めんじゃねえよ、俺とお前の1対1だろ、分かってこい。さすがに1本も取られたくないこいつには。待ってやばいやばい、下手くそすぎる俺が。待ってやばい、やばい、はい、お前イジザッコ、何やショコリザード、うい、イジザッコ、はいもうジジ、はいもうジジ、はいもうジジ、はいザッコイジ、ワットフォー、まあちょっと動画の尺的にさ、3本ステレトだったらさ、ちょっと10分いかないから動画、ちょっとお金欲しいんだよねお前使って。じゃあ大丈夫、これもうラストマッチだけど、もうじゃあ謝罪、謝罪する、もう謝罪する用意しといてね。うん、じゃあとりあえずお前ってさ、なんで俺に俺のアンチになったわけ。そのさ BOC の時からさ見てくれてたのにさ、どっから俺のアンチになったの。お前が年齢訴訟してからだよ。あーなるほどね、俺が年齢層可愛いと思ってたのによ。はいはいはい、はい、全然可愛くね、まあ、確かにそれは騙して俺が悪かったとは思ってる、あれは。そう、おめえが悪い、あれは俺が悪い、みんな騙してたからね。でもさ、やってること悪いことあるでしょ、あれはさすがに。まあ競技だからさ、めちゃくちゃ大事なことなわけよ。それをさ、あのやってもないチーミング、まあなんだろう、利用契約しましたよって、あ、それはさすがに一線超えてない、全然超えてない。あれはもう、あれは優の正しき行為だ。待って、やばい、やばい、やばい。まあ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 、あんなグダってもまあ勝てるか、余裕やな、やっぱ。いや、これはやっぱね、優しいんだよリザードさんは。もう一回やってくれよね。は、何こいつ、3本勝負じゃないよ、これは3本勝負で見せかけて4本勝負だから。まあ別にいいけど、じゃあこれラストね、本当の。え、じゃあ俺これ勝った勝ちでいい。こいつやばい、言っとること。俺これ勝った勝ちでいいよね。まあいいけど別に負けへんから。よし、ボコされるよリザード俺に。いや、ほんまに19歳なのお前、マジ。なんかさ、前にやったさ、なんだっけ、タックみたいな人とやったんやけどさ、タイマー、そいつ、でもそいつやった時よりもお前ガキやで。そんなことねえ、やばい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 。あー、ジェジー、今すんな、これ炎上します、皆さん、これ炎上します。はい、というわけでね、皆さん、もうアンチは所詮この程度です。この絵も炎上します。あ、ちょっと待って、お前待って、言ったよな、俺と約束したよな、タイヤマンで負けたらなんだっけ、更生して謝るんじゃないの、はい、ちゃんと謝って、本当に謝ってほしいんか、お前は。いや、トゥルマル、もう約束したやん。じゃあとりあえずお前がやってきたこと自分でまず自白して、自分で言って。あ、リザードさんとマーフィンさん、はい、本当にあのチンミングの動画を僕が、まあ、ツイートしてしまって、まあ、15分ぐらいで3000いいねぐらいいったかな。今すごかったよ、俺朝起きたらピコピコピコってめっちゃ DM 来ててさ、はい、俺お前のことを見損なったよとかいっぱい来たからね、お前のせいで。いや、ほんまにマジごめん、あれはほんまにリザードとマンフィンのリスナーにはめっちゃ不安かけたと思う、ほんまに。ちょ、本人にももう一回謝るわ、いやほんまにごめん、もう挽回できると思ってないけど、はい、もうお前にやってきたことは、あ、そうですか、謝りました、じゃあいいですよ、許します、で許せへんことやから、うん、さすがに罰が欲しいよっていうことよね、やっぱさすがに恥ずかしめよう、やっぱ欲しいわけよみんな。まあ多分俺はみんなのじゃあ意見を、まあ尊重じゃない、代表してやっぱ実写で、うん、土下座かな、やっぱり実写で土下座、うん、しっかり謝ってほしい、ちゃんと。もう口じゃ何とでも言えるやん、見せてほしい、うん、そういう誠意をね。まあ今日はこんな感じかな、うん、うん、まあごめんなリザード、じゃあまたどっかで更生してるお前とまたどっかで出会えたらよかった、いいと思う。俺も構成した姿をお前に見せるわ。うん、じゃあバイバイ。何も、うん、じゃあな、もうお前とは関わることないと思うけど、はい、バイバイ。ありがとう、構成。はい、というわけでね、なんかまあいい感じに終わったけど、やっぱ全然やばいやつでしたね、皆さん。
もうなんかちゃんと謝ってくれるんかなって思ったら全然リザートの方から始まったしね。はい、というわけでね、まあよかった、まああのまあ反省してくれたみたいだし、よかったです。はいはい、というわけでね、今日は、こんな感じで動画終わりと思います。エンディング終わった後にこのクソ野郎のね、謝罪動画を多分流れると思うんで、ゆっくり忘れてみてください。では皆さん、お疲れ様でした。バイバイ、おっつー。本当にすいませんでした。寝起きで髪の毛ボサボサなんですけど、許してください。二度ともこんなもう晒し系とかは二度としないようにここに使いたいと思います。もう更生して、まあ、ネットではおとなしくというよりかは、まあ、しっかりと今までやってきたことを認識して、これからはもう二度とこんな過ちを犯さないように気をつけていきたいと思います。本当にすいませんでした。マンフィンさん、リザートさん、その身内の人たちにもしっかり謝罪をねしていきたいと思います。本当に今まですいませんでした。